会場にお集まりの皆様、こんにちは。東京ファントムオーケストラと申します。活動4年目となる今年のテーマは学問、人類の英知、その足跡とこれから築き上げていく未来を描いたストーリーです。知恵と創造の果てない螺旋の彼方に見える景色は一体どんなものなのか、どうぞお楽しみくださいませ。よろしくお願いいたします。それではお送りいたしましょう。東京ファントムオーケストラ第4楽章、聡明のバイスハイト。だがしかし、その知恵は果たして我々の幸せにしたなよ。いや、厄災を除き、この土地と共に生きる知恵にたどり着いているだろう。いざ世界の断りへと迫らない無知、それは諸悪の根源。知識、それは悲しみである。多くの知る者が恐ろしき真実を深く投げ飾るを得ない。純粋な好奇心、時に扱える力を覆う。最後から消化、僕たちの衝動に従い